はい、手巻きタバコの巻き紙、動画。こちら。今回はこちら。オーランド。これ聞いたことないですね。これ何のペーパー、何の付属のペーパーだったかな。もう覚えてもいない。これはちょっと知らない。メーカーとしても知らない。謎メーカー。あ、コーナーカットされてる。コーナーカットタイプですね。コーナーカットペーパーです。これ開けるまでわからなかった。へえ。まあ、厚さとしては、スモーキングのレッドとほぼ同じでしょうね。うん。それでは、今回も、ドラムを吸っていきます。ピュアのスリム、フィルターを使います。これはちょっと知らないメーカーだと。マイナーメーカーですね。何気にコーナーカット。ドミンゴの、ペーパーもあれだ。何気にカットされてるという。それでは吸っていきましょう。やっぱ紙臭さはありますね。ちょっとこう酸味のある感じのペーパー。結構酸味が強い。これあんまうまくないな、これな。これはあんまうまくないな。うん。なんだろう、フリーバーニングだと、ホルツが一番うめえかな。今の中だと。リーズラのオレンジとかはもう捨てるレベルなんだけど、捨てたいレベルなんだよね。邪魔くさいから、納豆の香りもする、マキマサのペーパーも捨てたいレベルなんだよ。まあ、捨てるほどまではいかないですね、これね。ただ、うまいかまずいかで言ったらまずい。まずいという、まあ、印象。これ、二つ星。ご視聴ありがとうございました。